サッカーファンの皆さん、こんばんは。ヒョン・カビラです。エキシビションをお送りします。サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸、まもなく始まります。なぜかいつも超満員のスタンドをご覧ください。素晴らしい。フレシアの夕暮れを思わせる紫色のユニフォーム、サンフレッチェイレブンの入場です。まずはサンフレッチェ広島スターティングメンバーをご紹介します。ド・ジュンヨン、高木、アーノルド、柳本、道木、森安、桑原、伊藤、小島、ポポビッチ、前川。続いてヴィッセル神戸スターティングメンバーをご紹介します。石津、ブヤチッチ、渡辺、吉村、高田、内藤、吉村、陣野、ビングリー、江口、長島。さあ90分に及ぶ熱いドラマの幕開けです。さあキックオフです。アーノルド、柳本、右足でコントロール、ミドルシュート、決めたぞ、ゴール、入ったぞ、ゴール、気持ちいいぞ、ゴール、ゴール、ゴール、の順位を決めた。サンフレッチェ先制のゴール。相手チームは深く不利です。もう一度ご覧ください。キーパー及びません。吉村、もう一度見てみましょう。吉村、高木、長島、シュート、ゴールの順位、今日2点目、サンフレッチェ亀尾シュート、サポーター大喜びでしょう。さて VTR の用意ができました。吉村、アーノルド、森安の順位、石津の順位、サンフレッチェいい追い込みだ。ビングリー、フォローが欲しいぞ、フォローが。細かいつなぎです。体を張った飛び込みです。の順位、グラウンダーで流した、右からセンタリング、シュート、前半終了ですね。3対0、サンフレッチェリード。
ープ。キーパーにバックパス。吉村。ビングリー。ヴィッセル。動きが悪くなってきましたかね。高橋がここを捉える。さて、VTR の用意ができました。アーノルド、これはチャンスだ。さあ、パスが通った。スピードに乗って突破。さあ、上がってきた。ノ・ジュンユン、キーパー真正面でした。タイム突入。吉村、上です。試合終了。サンフレッチェ勝利です。